こんにちは。マールスチャンネルです。寒くなりましたので、こたつを出しました。MC の JN3DGF カールです。講師はコウさんにお願いしてます。JI3ICY コウです。よろしくお願いします。お願いします。今日は給付号についてですね。給付号は1909年に英国の船舶局海岸局用に締められた略符号が給付号の始まりだと言われています。この給付号が後に国際電気通信条約で規定されました。日本では総務省、旧郵政省が定める無線局運用規則に規定されています。Q と Z の文字から始まる単語が少ないため、Q の文字が採用されたようです。主な給付号は QRA から QTZ までの3文字を使用していますので、混乱を避けるため、コールサインのサフィックスとして割り当てがありません。コールサインと給付号が同じだと、特に電信では混乱しますからね。給付号は電信の通信のため考えられた略符号ですが、一番多く使われているのは FM や SSB などの交信です。交信では以前 QT ヘンリーや QR アメリカと言っている曲がありました。省略するための給付号がこれでは逆効果になってしまいます。どうも私はベテランだということを主張するために給付号を多く使っているようにも感じられます。更新は給付号をたくさん使うよりも更新自体をテキパキ行うのがベテランの局ですよね。またQRA は運用者の名前ではなくて、正式には無線局の名前を示します。しかし、FM、SSB などの交信では、ほとんどの局が QRA を使用していますから、信じて疑いの余地がないようです。昔、SSB で交信したとき、名前は田中です。というと、田中さん、名前のことを QRA というのですよ、とご親切に教えてくれた曲がありました。ある日、私の CQ に応答してくれた曲が、私は初心者なので更新の仕方がわからないと言ってきた曲がありました。私は、あなたは日本人なので日本語はベテランのはずです。SSB では給付号がわからなくても普通語で更新されたら良いですよと伝えたことがあります。これって落語や漫才のネタみたいですね。給付号や無線用語を多く使うと初心者は近寄りがたくなりますので、電話モードでは普通語で更新するのが良いと思います。給付号は電信の略符号として考えられたものですが、意外にもアマチュア無線では FM や SSB の交信で給付号が多く使われています。電信の 599BK 方式では給付号は使いません。電信のラバースタンプ QSO でも QTH は使いますが、他の給付号はあまり使いません。QTH は正確には緯度、経度、他の表示によるで示す位置になりますので、JCC、JCG などの運用場所を示す意味にもなります。また、電信の更新では運用者の名前は、ネームまたは OP を使用しています。
本当にそうですね。私もネームや OP を使っています。また和文更新では旧符号はほとんど使いません。もし和文更新で旧符号を入れる場合、応文を括弧の中へ入れて送信します。括弧の符号は長いので旧符号は使わない方が能率が良いわけです。QTH を例にとって送信してみます。まず最初の括弧です。それから QTH が入ります。それから終わりの括弧です。このように大変長い符号になってしまいます。和文更新では私も旧符号は面倒なのでなるべく使わないようにしています。 FM や SSB の更新では電信がわかる曲かどうかを見分けるとき QRA を使う曲はまず電信ができない曲と予想できるので電信の話は避けます。また名前は〇〇ですという曲はほとんど電信ができる曲です。それから応文更新の時、符号の訂正を HH ではなくラタで訂正する曲は和文更新ができる曲とみなせます。訂正符号のラタで和文更新になることがよくあります。そうですね。私もラタを打たれて和文更新に切り替わったことがありました。はい、それでは今日はここまでになります。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。